私は荒れ狂う歯並びがコンプレックスだった当時28歳の主婦。以前私の歯列矯正での歯並びの変化をお見せしましたが、歯並び以外にも大きく変わったところがあります。それは横顔。やや出っ歯気味で口ごぼがコンプレックスだったのですが、歯列矯正で劇的に変わりました。ちなみにこれがクリニックで矯正前に撮った写真。そして装置をつけてさらに一度口ごぼがひどくなりましたが、ここからの変化をご覧ください。変化が出始めたのは矯正開始から約半年後。明確に綺麗になったなと自分で感じたのは1年3ヶ月あたりから。このあたりから横顔の写真が少し怖くなくなりました。仕上げにブラケットオフしたら、ひょっとこみたいな口元が引っ込んで憧れの E ラインが。歯列矯正は歯並び以外も顔変わるよ。歯列矯正の詳しい話は固定コメントの再生リストをチェックしてね。